私は植物採蜜画家の野村陽子です。今回は宝月書籍から出版された私の本をテキストにして色鉛筆を使った描き方を紹介します。今日はレッスンにナスを描くをやります。形はシンプルですが、よく見るとヘタに毛がありブツブツトゲトゲしています。レッスンのテーマこちらに書いてありますけれども、丸みを帯びたものを描く、ナスの深みのある濃紺を表現する、本体のすべすべ感とヘタのブツブツ感を練習します。今回も、またあの絵手紙っていうことで想定してますので、こういった絵はがきサイズの紙を用意してください。前回は横書きでしたけれども、今回はナスですので縦書きにします。でまた 4B の鉛筆で、こんな感じでナスが描きますっていうあたりの線を取って、で細かく、形を取っていきます。ここに文字が入るのでね、そんな感じでちょっとやってもらうといいと思います。大体の構図 4B で大体の構図ができたので、また HB の鉛筆に変えて、これは尖らせた鉛筆で、でここ仕上がりの線を描いていきます。で描いていくんですけれども、ここの丸みを帯びたところは一気にちょっと描かないといけないので、まっすぐしてると描きにくいので、少し斜めにしてこう動かしやすいようにしてからこう描いていくと、でここで一回止めて、で今度はこっち側からこうやって、それからこっち側からか、であとはまたこんな感じで、大体かけたら、練り消しゴムで消してきます。そうすると綺麗な線が出てくるので、この消した時に書き忘れたところがあるとわかるので、あ、ここら辺がちょっと書き忘れてますっていう感じで、ここはこんな感じで書いておきますね。そしてナスのヘタのところにはトゲトゲしたトゲがあるので、これはそういうのをこうやってこうやって HB の鉛筆を尖らせてこうやって描いておくといいと思います。これから色をつけていきますけれども、22ページに色鉛筆の番号が書いてあるので、またこんな感じで使う色を揃えておいてください。そしたらば今度は色をつけていきます。まず本体のところをちょっと書いてみましょうね。6番がこれです。ここに書いてあります。ちょっと小さくなっちゃってるけど、大きいので言うとここです。ここに6番って書いてあるので、この6番の色を使います。ここはすべすべしているところなので、こんな感じですべすべしてるっていう感じで塗っていってください。これは鉛筆ちょっと尖らせちゃってますけども、ここを塗るときはそんなに尖らせなくても大丈夫です。で、こ
ここに白く光ってるところを4B の鉛筆でだいたい取ってありますので、ここは塗らないようにこんな感じでどんどん塗っていきます。あまり外、こちらの外の方にはみ出さないように持ってってくださいね。それで見本にはこの辺とこの辺にピンクが塗ってるんですけども、これはどうしてかっていうと、ヘタは茄子のヘタは、茄子を描きますとこうなって、茄子が出来上がるときはここヘタがこう下に向いてるんですよ。それで次にだんだん出来上がってくると、こういうふうにヘタがこう上を向くっていうふうになるので、要するにここは日が当たってないところなんです、ここら辺は。なのでピンクになるっていう、そういう意味です。なのでここはピンクに少し塗っていきましょう。この境界線のところは強く塗っても大丈夫なのでね、こんな感じで塗っていきます。そして、今回はここのすべすべしたところとこっちのブツブツした感じのところを練習するんですけど、同じ色を使うとよくわからなくなってしまうので、最初のうちはこちらの本体の方とヘタの部分は違う色を使ってやっていきます。それで最後に、仕上げになるぐらいの、ある程度色が乗って仕上げになるぐらいの時になったら、こっちで使った紫色もこっちで使うブルーの色も両方で使っても構いませんけれども、最初は本当に最初の描き始めはこちらに塗る色とこちらの塗る色は変えておいた方が分かりやすくていいと思います。こちらは33番ですので、この33番ですね。これでブツブツしたところは最初からこうちょっとね、ブツブツしたようなこんな感じで描いていきます。あまりこちらと同じようにさーっと塗るんじゃなくて、ここはブツブツしてるっていうような感じで鉛筆を動かしながら描いていきます。そうすると結局最後にはね、このブツブツした感じっていうか、こういうタッチは消えちゃうんですけど、自分で描く時の気持ちが、あ、ここブツブツしてるんだっていうのを、自分の気持ちをこうなんか伝えるっていうか、なんかね、そういう気持ちを表現するところでブツブツした感じを出すためにこう塗っていくっていうことです。じゃあちょっと少し塗り進めてみましょうね。ここのヘタの裏側は61番と、9番、この色を使って描きます。ここをヘタもここと同じような感じで、色がね同じような感じであるので、こちらも、あ、こっちは外だ。なのでこの内側のところはこんな感じで、だからここの画面の上でピンクと黒を混ぜてくすんだ茶色みたいな、そんな色を作り出していくっていうことです。だからここでこういう色を塗ると、もうこことこことここが全部違う感じになりますのでね、そうやって塗っていくといいと思います。なのでここら辺もこうちょっとこんな風に塗って、ここは
外こちらと同じなのでこちらはこういうふうに青い色で塗っていきます。そうするとここの外側にまだ下に垂れているヘタと上に反り上がったヘタの色がこう変わると、そうするとああこれは反り上がってるんだっていうのが自分でも分かりますし、見ている人にもね説明がつくっていう感じなので、こうやって塗っていくといいですね。あとここは56番なのでこの辺でこう締めて塗っていきます。じゃあもうちょっと塗り進めていきましょう。塗り上がってきました。それで今のところここに線が、色鉛筆で塗った線が出てるとすべすべ感が出ないのでこれを直していきます。ここの紫色でこういう感じでここを塗りつぶしていくとすべすべ感がだんだん出てきます。そして今はこの本体のところにこの紫色しか使ってませんが、やっぱり深みを出すために6番と33番と9番と38番、こういう4色を使ってここの本体を色味を変えていきます。で最初にこの紫色がとこうたくさん塗ってですよ。それでその後影の部分、これは黒色ですけども影の部分、ここを少し下側のところを黒い色で塗っていきます。この4色使うといってもこれを全部同じように使うと丸みが出ないのでこの辺は使い分けていきます。でここは黒っぽい影はこの色を塗って、この辺も少し塗って、次にこのブルーはここ上の方、このヘタとつながりがあるようにブルーでこう塗っていきます。この辺ももう少しかけてしまって大丈夫ですね。そしてこのナスの色のなんていうのか深み、それを出すのにこのグリーンも少しこの辺にこう使って、実際ナスを見るとナスコンって言いますけども、紫色じゃなくて割と黒に近いような本当に濃い色なので、それが出るように塗り込んでいきます。で他の色を塗ったら必ずこの基本の紫色で全体をこうなじませてあげるとだんだんいい感じになってきますね。じゃあもう少し塗り込んでみましょう。だいぶナスらしく色がついてきましたが、まだちょっと髪の白っぽいところがこの辺に残っていたり、あとここの場合はここが黒でここがブルーで、なんかそういう色が塗ったところがちょっとまだら模様みたいになってるので、それを直しながらやっていきます。そしてこの画用紙の白いところが残ってるんですけども、これはどうしてかっていうと、画用紙はこういうふうにちょっとデカボコしてるんですよね。そして、ここの上をこう塗っていくと
で、ここは同じ色鉛筆の太さだとどうしてももうこっちが残っちゃうんですよ。なのでこの鉛筆を尖らせたやつで、鉛筆のほんと細い鉛筆のまあ芯がこんな感じにあるとすると、こうやって尖らせるとここに入り込む。鉛筆がこうどうしても丸いと、こんな風に丸いと芯がですよ、ここに入りきらないので、尖らせてここは塗るっていう、ここに塗っていくっていう、この面を潰すとここの白っぽいものがどんどん、まあ、少し残ってる場合はこんな感じになるし、ここをそれ以上塗らなきゃこんな感じで残ってる。だから鉛筆の先をうんと尖らせるとここに入り込むっていう、そういう感じですね。なので鉛筆は尖らせてちょっと塗ってみましょう。そうするとこんな感じで、ここの中のへこんだ部分に入ってきますのでね、だんだん。そしてこの白い部分はあんまり境界線がはっきりしているとナスのこう丸い感じが出ないので、こう少し外側をこうぼやかすっていうか、そんな感じにすると光っているけどもツヤツヤして光っているところにこう白いものが残っているといいんじゃないかなって思いますね。でここもまたいろいろな色をのせながら、調整してここの境界線があまりわからないような感じで描いていきます。でここのヘタのところも少し緑色のこの紫色をこうのせてあげると、ナスのヘタっていう色が出るので、そんな風にやっていくといいと思います。それでここ鉛筆でこの描きましたけども、これがちょっと嫌だっていう人はこういう色鉛筆を尖らせて、それでここでこうやって描く、描いてもいいです。尖らせないと綺麗な線にならないので、これを尖らせて描いてください。こんな感じです。はい、完成しました。じゃあ今回はここに文章を入れるところまでやってみましょうかね。はい、じゃあテキストにあるように、ここに美味しいナスを召し上がれ、我が家のナスですっていうふうに書いてみましょう。美味しい。で、感じですかね。はい、できました。仕上がったもの、これは絵はこのフィクサチーフ、これを風通しのいい外でかけて処理してください。次回はレッスン3、玉ねぎを描くです。こちらにありますが、身近な野菜をもう一つ、今度は玉ねぎを描きます。はじめは外側を描き、終わったら縦に切って断面も描いてみます。レッスンのテーマ、これは球体を描く、それと表面の鈍い光沢と剥けた皮のカサカサした感じ、
それと根っこが出てます。根っこの描き方、それから断面の描き方、これを練習します。皆さんも一緒にやってみてください。